んにちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。はじめに我が家の黄色シリアゲアリについて報告ですが、 A グループと C グループのワーカーが1000匹を超えました。ちょうど9月3日で1周年を迎えましたので、1年で1000匹に達したことになります。これは結構いいペースなのではないかと思っています。この動画ではその増えに増えた黄色シリアゲアリを観察しながら魅力と飼い方について語ります。黄色シリアゲアリは秋が結婚飛行シーズンです。すでに女王アリを採取された方も、これから採取する方も、ぜひこの動画を最後まで見ていただき、黄色シリアゲアリの魅力を堪能していただけたら嬉しいです。まず黄色シリアゲアリの魅力は何といってもその可愛らしさですね。黄色シリアゲアリはアリ界のアイドルとも言われるくらい顔や仕草が可愛らしいアリです。体が黄色いアリというだけでも多くの方が憧れるポイントですね。また黄色シリアゲアリは初心者でも非常に飼いやすいアリで、女王アリの採取も比較的簡単です。秋の夜に結婚飛行をし、10日に飛来するので、雨上がりの晴れて気温が下がった日に10日採取をすれば、結構な確率で女王アリが手に入ります。黄色シリアゲアリは種巣なので、女王アリの死亡によるコロニーの孤立のリスクも単子性のアリより少なくていいですね。餌は蜜餌、肉汁とも何でも食べてどんどん増えます。私は蜜餌にミルクシュガーを毎日、肉汁には最近ミルワームを与えています。これまで天然の虫を与えていましたが、病気のリスクがあるので廃止しました。これまで天然の虫餌を黄色シリアゲアリにたくさん与えてきましたが、今のところ病気にはなっていないので、意外と病気に強い種類なのかもしれません。それから黄色シリアゲアリは小型種なので、小さなスペースで飼育することができます。現在ワーカーが増えてケースが手狭になり、ワーカーが女王に栄養を与えなくなったので増築をしていますが、それでも飼育システムの全長は16センチメートルほどなので、そのくらいのスペースがあればワーカー1000匹規模のコロニーまでなら飼うことができます。これ以上の規模になると少し大きなケースが必要です。ここまで黄色シリアゲアリの魅力について紹介してきました。ここからは我が家の黄色シリアゲアリの2022年9月13日現在の様子をマクロ摂写で観察していきたいと思います。音声はありませんので、映像の美しさ、そしてアリの可愛らしさをご堪能いただけましたら幸いです。
かがだったでしょうか。キイロシリアゲアリはとても可愛らしく、そして大変飼育しやすいアリですので、まだ飼育をされていない方はぜひ今がシーズンの女王アリを採取し、飼育を始めてみられることを強くお勧めします。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。またチャンネル登録もお願いします。 Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。